キシユータの、飛べ合流、確定かヒラノシの匂わせ人魚に否定的な反応言い分とは、元キングピンス以下、キンプリ、ヒラノシが、自身のインスタグラムに自作のイラストを投稿。これが、同じく元キンプリキシユータとの合流を匂わせているのではとしてネット上で注目されている。平野といえば、5月に神宮寺ユータ。 死と共にグループを脱退。同時に神宮寺とジャニーズ事務所を退所後、7月に滝沢秀明氏が設立したアーティストプロデュース会社戸べで再始動すると発表。個人のインスタグラムアカウントも開設した平野は、8月2日に夏っぽいものを描きたいなと思って、なんか人魚思いついたから描いてた原文ママ、と綴り、タブレットで制作したというイラストを3点投稿。 どうやら人魚の後ろ姿を描いた作品のようで、どれも絵柄は共通しているものの、背景がそれぞれ赤、水色、紫に見える。この3色は、平野、シンク、神宮寺、ターコイズブルー、そして9月末をもってジャニーズ事務所を退場する騎士、紫の金プリ時代のメンバーカラーなんです。そのため、多くのファンが騎士君の合流を匂わせている。 と捉えたようで、ネット上では歓喜するファンが目立ちました。芸能記者。平野氏用、滝沢イズムを踏襲している平野が匂わせたか否かは定かでないが、ファンの中には岸の飛べ入りを確定と捉える人も少なくない。というのも、滝沢市のインスタグラムでは先月、空の色が赤、水色、紫に見える火山の写真をそれぞれ投稿。加えて、 トべ公式サイトの平野と神宮寺のアーピスト紹介ページの URL が、当初は平野、神宮寺、騎士の頭文字のアルファベットを含む、https、コロン、スラッシュスラッシュ、official.jp スラッシュ、オーピスツスラッシュ、j、ドット、h、ドット、k、現在は変更、であったためだ。 先日一部メディアで騎士の吉本工業エリセツが報じられたため平野は吉本医療案に否定するために合流を匂わせるようなイラスト投稿を行ったのかもしれません。ただ、騎士は9月末まではジャニーズ事務所のタレントとしてソロ活動に注力するみ。そのため、騎士くんはまだジャニーズにいるのに、こんな匂わせは非常識だと思う。 と、平野の行動に批判的な騎士ファンもいる様子、どう。今回に限らず、あらゆる発表においてにおわせを対応してきたとべ。そんな滝沢イズムを、平野が踏襲している可能性もあるだろう。滝沢秀明氏、家族の携帯でエンドレスリピートを呼びかけ、ただ、とべの運営方針については、たびたび賛否両論を招いており、潮君が卓金色に染まりそうで、 ちょっと嫌だな、と、トロする平野ファンもいるようだ。滝沢氏は7月31日の TikTok 生配信で、今後、基本的に全ての配信プラットフォームで、楽曲配信を、やると予告。さらに、冗談ながら、寝ている家族の携帯、電話、を使って、エンドレスリピートで再生数を稼いでほしい、といった趣旨の呼びかけをしていたんです。これに対し、ネット上では、 家族を死活に巻き込めってことと物議を醸していました同。また、同28日には、政治団体ごぼうの党の代表奥の高氏が、同団体の公式ツイッター、現 x を通じて滝沢氏との親密ぶりについて投稿。同党や奥の氏に不信感を抱いているネットユーザーからは、タッキンや渡米のイメージが変わった、とネガティブなコメントも見られた。 匂わせを戦略的に用いることで、これまでメディアに話題を振りまいてきた戸部。平野らタレントも、この手法を行っていくつもりなのだろうか。